今回スパイダーモアを導入しようとしたんですけども、はい、やっぱり地面がこうぬかるんでしまってすごいですね、泥がこう結構見ての通り。ここ買ったのすごいですね。もう地域の方々本当にすごいと思います。では今日よろしくお願いします。今日の活動としてはですね、クズのツルを切る活動、あとはゴミを拾う活動というのがあります。こんなにゴミあると思わなかったですけど、すごいゴミの量です。あっち側結構ないんですけど、はい、こっちの方はね、意外となんかあるんですね、やっぱり。残念ながら。いや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 、道路脇なのでどうしても、あっちなんかもいっぱいありますね。本日はこの道路下のところを買っていきます。今も見た通りですけど、ゴミたくさんあります。当たらないようにですかね、ちょっと買っていきたいと思います。
結構石とか当たったんですけどね、あのあとはゴミも当たったんですけど、まだチップ飛んでないですね。っていうのもチップもまだまだ尖ってますね。いやすごいな、切れてますね。あとすごく切れる。ゴミ拾いありがとうございます。すごい量になりましたね。ちょっとペットボトルが2本でかいのがありましたよね、こんなに多いんですね。うわー、でもありがとうございます。これも桜の木ですか？いや、桜じゃないですね。でもだいぶ絡んでますよね、あのクズが。いや、これがこれがそうなんですよ、これが。ちょっと腐れちゃってますか？腐れてますか？まだ皮の方がこの辺が生きてるんですよ。じゃあちょっとそれ取り除いてですか？肉のところ、わざわざありがとう。鹿肉ですね、これ。そうなんですって。どこから取ってきたんでしょうね、この肉。三陸町ですって言われて。三陸町、わー、なかなかないですよね。すごいコーヒーですね。引き立て。あらららら、そんなにいいんですか？まだ桜は咲いてないんですけど、この来週ぐらいとかですかね、桜の花が咲いてみんな見に来ればいいなというふうに思ってます。あ、皆さんどうも、ひでちゃんのひでかずです。いや、ここののり面どうやって買ったらいいかもう見当もつかないんですけど、人力でやったら200人分のなんかのり面だって言うんですけど、